ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は奈良市芝辻町にございます 2DK の賃貸アパートをご紹介させていただきます。まずこちらは、ダイニングキッチンのスペースとなっております。こちら広さも十分ございまして、キッチンの方も幅の広い使いやすいキッチンがついております。前には窓もございますので換気の方も十分できます。上の方にこのように収納がございます。また下の方にもこんな感じでしっかりと収納がございます。また水仕事をしながら、すぐにですねこちら温度変更等もできるようになっておりますので非常に便利なキッチンスペースとなっております。キッチンの横にはこのように、洗濯機置き場がございますので、非常に使いやすい、形となっております。それでは横の和室をご紹介させていただきます。ダイニングキッチンのスペースの横に、和室、卓上がございます。そして、そのままですね、横に進んでいただければこのようにもう一つ和室の6畳がございます。こちらのお部屋には一軒タイプの押し入れの方がついておりますのでお布団なども十分収納していただけます。そして、こちらですね、開けていただければこのようにお手洗いのスペースとなっております。こちらのスペースはこのように、閉めてこのように鍵を閉めることができます。それでは次はお風呂などをご紹介させていただきます。まずお部屋に出ていただいてこちら下のスペースが階段降りていただいて玄関となっております。そして、こちらが、お風呂のスペースとなっております。お風呂の中には洗面台の方もついております。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。